こんにちは。今回は、食後に眠くならない食べ方についてお伝えしてみようと思います。で、食事をするとよくね、食後に眠くなってきたり急激な眠気に襲われたりすることがあると思うんですけど、それを防ぐための食べ方、対策ですよね。それについて述べていこうと思います。で、そもそもね、なぜ眠くなるのかっていうことですよね。食べた後に眠くなる、じゃあそれはなぜかっていうと、それを考える上で大事になってくるのが、自律神経の働きを見ていくっていうことが大事なんですね。そして自律神経っていうのが、これはですね、交感神経と副交感神経からなっているわけです。そして、交感神経は、これは緊張とかね、アクセルブレーキでいうとアクセルを踏み込んだ状態、だから昼間活動的な状態、これが交感神経なわけですよね。緊張状態ですね。そして副交感神経はアクセルブレーキでいうとブレーキです。そして体が休息する状態、まあ、リラックスですよね。その状態が副交感神経になるわけです。で、じゃあ眠くなるのはどちらかっていうと、これは分かりますよね。眠くなるのはこちらですよね。副交感神経が働くことによって眠くなる。ですから僕たちは食事をすると、その後食後に副交感神経が急激にね働いてくるんですね。それによって眠くなるわけです。日常活動的なのはこっちですけど、夜になったらこちらが働いて、そして僕たちは自然に眠くなる。それと同じで食後、こちらになってるわけです。神経の方は、自律神経は。ただですね、食事の間はどうかっていうと、食事の間に眠くなるっていうことはないですよね。ですから食後にこちらが働き出す。で、食事中はじゃあどうかっていうと、食事中は噛んだりとか、あるいは、こう体がどちらかというと活動的なわけです。ですから、食べる、食事をして、そして食後に、眠くなると。この時に副交感神経が働いているということになるんですけれども、食事中はこれは交感神経なんですね。どちらかというと交感神経の方が優位になっていると。で、食後に眠くなる。ですからこれどういうことかっていうと、交感神経が食事中に働いてて、食後に副交感神経にこう一気に切り替わるんですね。急転換すると、これが眠くなる原因なんですね。交感神経から副交感神経の転換、これが急激であればあるほど眠気が襲ってくる原因になるっていうことです。じゃあそれに対してどう対策していけばいいかっていうことですよね。この急転換を、結論から言うと緩やかにしてやることによって、食後の眠気を防げるっていうことになります。じゃあそれはどうすればいいかっていうことなんですけれども、対策は2つあります。1つ目が食事中、食前ですね、食前に水を300から500cc 飲む、これだけなんですね。つまり食事の前ですね、できれば10分とか15分前がいいんですけれども、それぐらい前に、直前というよりはちょっと10分間15分の間を置くっていうことがポイントだと思うんですけど、食前に水を、まあ、200でもいいですよね、コップ1杯でもいいですし、まあ、一応300から 500cc 飲んでいただくと。なぜこれをするかっていうと、食事の前に水を飲むことによって胃腸が動き出すんですね。そして、この胃腸の動きというのが副交感神経の働きなんですね。胃腸が動き出すことによって消化活動を始めて、副交感神経も同時に働き出しているわけです。ですから食事の前に水を飲むことによって胃腸が動き出す、それによって、この食事の段階から副交感神経も、動き出すんですね。それによってこの急転換を防ぐっていうことです。ですから交感神経と副交感神経が同時にこう立ち上がってくるような感じですよね。それによって食後にこう急激に転換するのを防いでくれる。だから水を飲む
のがいいということです。そして2番目に、これは、腹8分にすると、8分でも7分でもいいんですけれども、つまり満腹食べないということですよね。そしてできるだけ、ゆっくり食べるということですね。特に男性の方はもうガツガツとね、5分でもあっという間に食べてしまうっていう人多いんですけれども、これでは、交感神経から、ね、急激に副交感神経に行ってしまうわけです。できるだけゆっくりすることによって、ゆっくりの動きは、これは副交感神経の動きですよね。そして食べ過ぎ、腹10分とかね、するんではなく、腹8分にすることによって、胃腸のね、活動をできるだけこう負担にならないようにするっていうことですね。で、特にこちらのできるだけゆっくりっていうことが大事で、よく噛みながら、ゆっくり咀嚼しながら、ゆったりした気分で食べる。これによって、食事中から副交感神経が徐々に働き出して、交感神経と副交感神経の転換を緩やかにスムーズにしてくれる。それによって食後眠くなることを防いでくれるっていうことになります。眠くなる原因としては、さっき冒頭言ったように、交感神経から副交感神経へ急激にぐんとここで転換してしまうからなんですね。だからそれを緩やかにする意味で、食事中から副交感神経を動きを出させるというかね、副交感神経も同時に立ち上げていくっていうことです。そのために食前に水を飲み、そして食事中は腹8分にとどめて、できるだけゆっくりと食べていただくと、これをしていただくことで、食後の眠気を大幅に減らすことができるっていうことなんですね。で、特に早食いって良くないですよね。で、食べ過ぎ、この2つはやはり食後の眠気を防ぐだけでなく、こちらは短命への道になるわけです。寿命をも縮めてしまう食べ方になりますので、やはりゆっくり食べるということと食べ過ぎないということ、これを注意していただくと、より健康的にもなれるんじゃないかなということですね。以上になります。今日はどうもありがとうございます。